来たー。おー、浜辺。あ、サボってるね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。わ、この自転車どうしたの？何？なんかめっちゃ子供っぽいけど、カラーリングが。アイロンが大事な書類を届けてくれたおかげで会議がうまくいったんだ。あの時は助かったよ。ありがとう。この自転車はパパからのプレゼントだ。忘れ物届けたら自転車がもらえる。めっちゃいいやん。アイナが前から欲しがっていたからね。ありがとうパパ。よかったですね、アイナちゃん。一生懸命書類を届けた甲斐があるってものですよ。パパも子供の頃に自転車を買ってもらった時は嬉しかったよ。日が暮れるまでいろんなところに行って、おばあちゃんを心配させたりもしたな。まあ、行動範囲広がるもんね。でも走るだけでも結構速いと思うんやけど。高さは調整しておいたけどどうかな。私基本的に自転車のサドルは一番下なんやけど。高さ。ちょうどぴったりだよ。せっかくだからそのあたりを試し乗りしてきたらどうかな。それはいいアイディアです。新しい自転車ですからね。自転車を手に入れた。イエーイ。今日は桜町フラワーロードの方まで行ってみようかな。自転車で行くならちょうどいいくらいの距離だね。桜中央シティの方は車が多いから、段々坂の方から行くんだよ。意地悪妖怪キュービ。お、キュービが出てくる。自転車で移動できるようになった。方向ボタンの下を押すと自転車の乗り降りができるぞ。自転車に乗ってフラワーロードに行こう。よし。なんか走ってもそんなに変わらんような気がするのは私だけでしょうか。いやー、こんな坂道を自転車で駆け下りていく、普通に危ない気が。ちょっと待って、ここで、びっくりした。何フリーズしてと思ったら、鬼時間来たー。鬼時間は自転車ありですか、なしですか？やめてよー。うわー、来たよー。来たよ、来たよー。あー、自転車なしや。待って、出口。遠いし。やめて、振らないで。待って、これ下とか行けんねえっけ？ちょ、待って、どけよ、お前。なに、どこ行ったの？ね、鬼どこ行ったの？おらんくね？ちょっと待って。そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない。あ、遅い。鬼おらんくね？あ、あれや。ちょっと待って。鬼だいぶ遅いよ、これ。これ、あれじゃない？でも。やめとく。やめとく。もうちょっと早く走れる状態やったらいけたのに、箱。なんとか無事、元の時間に戻れましたね。あそこで見つからなければもっと粘れたんですが、今更そんなことを言っても後の祭り、気を取り直していきましょう。あんだけ鬼おったら無理やって。普通に無理やって。怖かった。で、どこなん？こっからで大丈夫？お使い横丁とかいうところに来た。リンリンリン。ここが桜町フラワーロードですか。中にはいろいろなお店があるようですね。いいね、こういう地元のちっちゃい商店街。せっかくですから、どっかのお店へ行ってみましょう。そういえば欲しい雑誌があるんだけど、もう出てるかな。それなら本屋さんへレッツゴー。妖怪の本もありますかね。楽しみです。本屋さんはこの通りの南側にあるの。どっこい書店っていうのよ。どっこい書店、いいね、名前。どっこい書店に行こう。なんかこういう小さい町の商店街ってさ、なんかすごいザ・おばちゃんみたいな感じの服売りよる服屋さんあるよね。あ、個性がすごい。めっちゃすごい。ね。あ、どっこい書店通り過ぎた。待って待って。これやんね。いいねいいね。そのつもりはないと言っているでしょう。何？とにかく、他のお客様のご迷惑になりますから、お帰りください。ではまた伺います。何？何の話？どうしたんだ？何かドラマ化決定したっぽいよ、あれ。今の何かしら？何かトラブルのようですね。店員さんに話を聞いてみましょう。でも普通子供にどうしたんですかって聞かれて答える店員おらんと思うけどな。大人の事情っぽいし。いらっしゃい。やあ、えなちゃん。変なところ見せちゃったね。あ、お得意さんなんやね。今のって、建設会社の人だよ。この間から立ち退けってしつこいんだ。マジで。なんでも、この辺りにショッピングモールを作りたいらしいんだけど。このフラワーロード潰れちゃうんですか？そりゃ断るに決まってるじゃないか。でも困ってることは別にあってね。ショッピングモールを作る。まあね、買い物する側的にはあれかもしれんけど、そこで商売しよる人的にはね。立ち退きの話が出てからっていうもの、おかしなことが起きてばかりなんだ。みんなはお狐様が怒ってるんじゃないかって言ってるよ。あ、これ、キュービー。お狐様って、そう、この桜町フラワーロードの守り神である狐の神様だよ。こっか潰されちゃったら、神様も住むところがなくなっちゃうからな。そんなの迷信だって言いたいところだけど、俺もこの間変なもの見ちゃって。おっと、話し込んじゃったな。詳しい話は君の学校の理科の先生に聞くといいよ。あの先生、妙にこの事件について詳しいみたいだったからね。さっきうちに来たばかりだから、まだその辺にいるんじゃないかな。理科の先生？フラワーロードで理科の先生を探そう。ほうほう。どの人？目的の方は？この人？思った感じじゃない。何？派手だね。いや、こんにちは、えなちゃん。こんにちは。なんか、白衣じゃない、白いスーツってなんかめっちゃ派手じゃない？先生がフラワーロードで起きた事件に詳しいって聞いたんですけど。ああ、キツネたたりのことかな。はい、それです。たたりかどうかはわからないけど、変なことが起きているのは事実だよ。ここの立ち退きの話が出てから、ぼやが起きたり、事故が起きたり、どれもまだ大ごとにはなっていないようだけど、このまま続くようじゃ、どうなることか。そんなことが起きてたなんて。それが本当だとしたら大事件です。確か君のクラスメイトの日陰くんがぼやに現場にいたって話だけど。真央くんが？誰？真央くんって。せっかくだから彼にも話を聞いてみたらどうかな。ここに来るときコンビニの前で見かけたからまだいるかもしれない。なるほど。あれか、よろずまーと。そちらにも話を聞いてみましょう。ありがとうございます。君も気をつけるんだよ、あいなちゃん。小梅食堂、今からご飯食べるんすか、先生。これ真央くん。こんにちは。あゆねちゃんも買い物に来たの？うん。私、真央くんに聞きたいことがあって探してたの。何？この辺りでぼやが起きたとき、真央くんがいたって本当？僕の見間違いかもしれないけど、誰もいないところから火が出てきて、建物が燃えたら大変だから、近くにいる大人の人を呼んだんだ。すぐに火は消えたけど、あれは何だったんだろう。まあでも、この中ではきっと妖怪の仕業なんやろうけど、自然発火ってあるもんね。間違いありません。この事件の裏には妖怪が絡んでいます。誰もいなかったというのがその証拠です。人間には妖怪の姿は見えませんからね。真央くんがそれを見たのはどこ？影村医院のあたりだけど。影村医院って確か、今はもう使われてない病院だよね。なるほど。放ってはおきませんね。そこへ行ってみましょう。ありがとう。わかった。真央くん、ありがとう。影村委員？なんかちょっと、不気味な感じのところじゃなかったっけ？気のせい？どこ？目的地。あ、あれか。矢印で指刺されとるところ？指じゃないわ。矢印で刺されとるところ？これもう敷地内かな？これじゃない？うわぁ。ここの病院ボロボロで超怖いよな。ねえ、A ランクって書いてるけど。一回肝試しで入ろうとしたんだけど、鍵がかかってて入れなかったんだ。入れんくね？あ、こっから入れたわ。大丈夫？あの子、目見えてる？ここが噂の影村委員ですね。確かに何かありそうな雰囲気です。あゆらちゃん、あちらをウォッチしてみてください。何？おう、キュービー。普通に出てきた。気に入らない。全く気に入らない。このキュービ様の縄張りを荒らすなんて、あいつは許しておけないね。僕がお仕置きしてやるのもいいけど、それじゃ面白くないし。独り言がでかい。あれが噂のお狐様かな。おそらく間違いありません。元は守り神と言われるだけあって、恐ろしいほどの容器を感じます。やれやれ。さっきからうるさいお嬢さんたちだね。僕は今虫の居所が悪いんだ。あんまりうるさいと叩き潰すよ。怖っ。って言いたいところだけど、今はそれどころじゃないんだ。夜になったら桜中央シティにある工事現場においで。遊んであげるよ。普通は夜に子供は出られません。夜の工事現場めっちゃ嫌やん。それじゃ、バイバイ。翌朝遺体になって発見されるパターンやね、これ。ドラマとかやったら。行っちゃった。何やら意味深な態度。夜になるのを待って工事現場へ行ってみましょう。このまま放っておいては被害広がりかねませんからね。よし。わかった。遅い。遅すぎる。一体何をやってるんだあいつは。すごいイライラしてますね。ちょっと話を聞いてみましょう。実は新人の警察官がパトロールから帰ってこないんだ。仕事熱心なやつだから感心してたのに、最近急に怠け出してね。たまにパトロール中にサボってることがあるんだ。すまないが君、新人を見つけて呼んできてくれないか？了解です。ありがとう。新人は浜辺にある皿波公園をパトロール中のはずだ。あ、ちなみに新人は女性だからね。じゃあよろしく頼むよ。普通に男やと思って聞きよった。警察官がパトロール中にサボるとは、けしからんですね。早速、浜辺のさざ波公園に行って、新人さんにガツンと言ってやりましょう。呼んでくるだけじゃないの。新人さんサボり中発生。クエストメニューを確認しよう。さあ、ってことで、どこだ？駅に入ってきちゃったわ。目的地が表示されていないのですが、そのさざ波、なんちゃらかんちゃらっていうのはどこにあるの？ちょっと待って。いや、ちょっと待って、違う。もうちょいなんかもっとさ、マップを見れないのか。じゃあちょっととりあえず新人さんサボり中。右下。右下。それだけ見当つけたけん。行こう。あれや。旗のマークが。はい、来たー。おー、浜辺。あ、サボってるね。スタミナも手に入れた。よし、来たー。だるいなー。このまま家に帰っちゃおうかなー。でも帰るのもマジでだるいなー。もうずっとここでこうしてよっと。なんというだらけっぷり。ここまでのだらけっぷりはもしや。妖怪不祥事案件の一つ。マジでダラダラ事件かもしれません。何ですかそのまんまじゃんみたいな顔は。毎回思ってるよ、私は。名前なんてどうでもいいのです。きっと妖怪の肖像です。探しましょう。どこにいるんですか横？誰君。なんかかわいい。なんかあの感じいいね。貝殻。だらけ塔を見つけた。だらけと。その新人さんもいい感じにだらけとうね。なに？あんたも一緒にだらけたいと？ほれほれ。マジでだり。羊とかマジだっていいわ。ウィッス。危ない危ない。いやいや、全然だるくないですからね。これ以上この新人さんがダラダラする前に追い払いましょう。戦うと？マジでだるいわ。やめてだるいとか。頑張るよ。よし、ジバニャンで行こうぜ。影丸はね、攻撃技じゃなくなってしまったからね。よし、行け。炸裂に行くよ。もうすでに1体倒しとったんや。そう、もういけるんじゃない？くそー。くそー。さすらい玉が。つらい。お金はいいね。ダラッダラの原因はだらけ島だったんですね。しかし、もう大丈夫。新人さんの様子を見てみましょう。もうこれで熱血に戻る。は、やだ、私ったら、こんなところで何やってんの？キャー、もうこんな時間。急いで戻らなきゃ。また叱られちゃうよ。ちゃんと記憶はあるんやね、叱られたとか。すごく慌てていっちゃいましたね。あんまり怒られなきゃいいんですが。様子を見に戻ってみましょう。結構遠かったんよね。やだなぁ。だらけ島がくっついとるかもしれん、私にも。まあ、そうやとしたら、私は基本的にだらけ島が、ついているということになるのですが。ね。めんどくさーいって思うことめっちゃ多いもん。どこ？あれか。じじじじん。こっちからくるーっと。向こう側から行けたんじゃない？あ、おったおった。呼んできてくれてありがとう。彼女ちゃんと戻ってきたよ。しかもダラダラしてたのも治ったみたいで本当によかったよ。とにかくありがとう。ご協力に感謝します。警察官に感謝されるなんて、とっても気持ちがいいですね。これからも困っている人をどんどん見つけて助けてあげましょう。新人さんサボり中、バッチリ解決。なんで急に治ったとか思わんのかな、何にも。イエーイ、レベルアップ。ボーナスチャンス。さあ来い。これは当たり？イエーイ。まだ出てなかったけど。でもドンヨリーンなら外れてちょっとひどくない？中継検知玉を手に入れた。お、ジミーが、まさかの頼み事で進化するよ。ジミーはカゲロウに進化した。カゲロウ。巻物になったね。技どうなったかな。信号無視は見逃さないぞ。大丈夫です。どう？大丈夫、お姉さん。ちゃんと信号は青で渡ろうね。はあ、私が連れてきてあげたというのに、いや、連れてきてはないか。呼びに来てあげたというのに、もう、なかったことになってんすか。ああ、赤信号だったよ、今。大丈夫？渡ったけど、大丈夫なんすか？私の家は一体どこでしょうか。家もさ、家マークつけといてくれんかな。自分ちってわかりやすいように。なんとか、帰っては来れているけども。あ、でもあれか。寝て起きたところで、あれなんすよね。とりあえず回復だけしとこう。それならキュッピーでもよかったな。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、調子堂でね、妖怪ウォッチのウォッチランクを C に上げんといかんのよね。まあ、ちょっと頼み事を聞いてしまったけども。頑張ろう、調子堂の方も。